多分持つだろう。多分。おしっこしたね。Yes.
知らねえこの道。右方向ね。全然わからん。こういう止まりだから待ってよ。ここに九州に行こう。ミラーねえのかーと。チャリがすげえ勢いで突っ込んでくるな。ここは待つ。待ってるのが一番いいよ。いけるね。チャリとか気をつけてね。結構飛び出してくるから。よいしょ。であそこ左行くと。まっすぐ行くとお腹になっちゃうよ。お前もうちょっとやってくれよ。左方向です。せせせと歩いてきそうだもんな。あれが堀さん、ジョークしょうがない。あ、入ってくれた。え、すぐ左。あ、このクリエイトね。これが、あ、はい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 、ここ出るんだ。このクリエイトで分かったわ。これ小野小学校だろ。オッケーオッケー。ちょっと中に入りすぎちゃったんだ。さっきの踏切はもう分かったけど、どこだか。うん、ここ左曲がりゃいいんだな。ブックオフ近くのあの踏切だからね。うん、あ、ブックオフもうちょっと立ちだけ。あれ、あ、もう次だか。うん、違う、だからさっき一通だねって逆走になっちゃうねって、あなたが演じたあのブックオフで、あの踏切のとこで、うん、いつも通ってる道。およそ 700m 右方向です。ああ、これはちょっときついかな、チャリ。まあいいや、ちょうど信号変わったし、あのパンデーズ使ってくれ。チャポ系片手に、うるせえ。チャポ系？え、米片手に持ってるの。奥さんが、旦那さんがベビーカー持ってるのちょっとやめるんだけど、絵面逆じゃねえんだなって。奥さんも米持つんだよ。パッと見5キロかな、あの米。へえ、片手でフッて持ってたけど、チャリが怖いんだよ。うん、あのチャリが怖い。ちょっと無理、変に抜かさないでね。いや、抜かさないよ。危ない。精一杯ね、端っこやってくれてる気持ちはわかるんだけどさ。うん、まあいいや。ちょっと無理。うん、すごい、あの人なりにめっちゃ端っこやってはくれてるんだよね。うん、っていうのは、これはチャリのせいで止まってます。許してね。なんで、なんか煽られてんの。いや、右打っちゃったから、それはわかるだろうと。いや、わかんないと思う。わかんないか。うん、そんなのわかんないよ。いや、まあ。およそ300メートル。失礼します。すごく、あの人、
配慮してめっちゃ端っこ寄ってはくれてんだよね。まあ、てかそもそもチャリの道細すぎじゃねこれ。俺無理取れねえんだけど、うちこんな細いの。で、え、絶対右出ねえこっから。アホで。どんだけマニアックなの。渋滞してると思うんだよね。するでしょ。さっきのあの状態じゃ。